はい、皆さんこんにちは、ワンダリブルビジです。では今回は信長の野望烈風伝続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、能登に進攻して、畠山家を滅ぼした信長なんですが、今回はその続きで、まず富山城にね、進軍をかけていきたいと思います。神保家の守る越中富山城、ここを攻略しつつですね、中国地方と四国方面にも軍勢を繰り出していくということをやっていきましょう。まずは横山城に詰めている軍勢、これをもって武部山城に再度進攻しましょうか。武部山城がね、思いのほかというか普通にというか硬いんですよね。非常に攻略が難しいというところがあるんですが、そこは鉄砲隊、和氏の方がいいかな。鉄砲隊は、そうだね、和氏に鉄砲隊を持たせて、これで武部山城の攻略に向かいましょう。武部山城かなり硬いんでね、そう簡単に落ちるとも思えないんですが、で一方ですね、光月城を落とした光秀の軍勢ですね、ここは次どうしようかな。津山に行くか、まあ赤松家を滅ぼしてしまうかどうかというところですね。ここはそしたら軍勢を出していきましょう。赤松家をね、これで滅ぼしちゃいましょう。で一方、四国征伐戦を始めている軍勢たちなんですが、ここは三好勢が寝返ってくれたこの元山重達の守る城が落とされるかな。まあ落とされたとしても、このあとね、軍勢を繰り出していけば問題ないでしょう。問題はね、畿内とかにちょいちょい侵攻してくる三好勢なんで、それにだけ注意を払っておけばいいかなというところですね。さあではターンを進めていきます。まず勝家のいる部隊がここで蘇郷城を取ってしまえば、この後の展開がだいぶ楽になりますけど、どうでしょうね。城自体はかなり大きいので時間はかかりそうなイメージがありますが、一応烈風伝はですね、この後信長が本能寺の辺で倒れた時の最大半島を築くぐらいまではね、プレイをしていこうかなと思ってますので、もう少し、こちらのプレイが続くかなとは思います。守ってる守兵の数はどうですか。これを見ると戦しかいなくて、しかも足軽のみの感じなんで、まあ、蘇郷城もサクッと落ちそうですね。特段に何か防御を固めてるような城でもなさそうな、やっぱ武部山城かな。あそこがね、とにかく硬いんですよね。全然落ちない。まあ、四国を平らげるっていうのは、信長が本能寺に詰めていたのがね、四国征伐戦に信長自ら出陣するためだったと言われてますけど、今回はね、一足早く四国を勝家が平らげるっていうね。で信長本体は勝家に代わって北陸方面軍になってますからね、今だと。
の城はどうでしょう、大将の方の本丸に2部隊同時に攻撃がかけられるのでまだマシなんですよね。竹部山城この後攻略戦見ていただきますけど、あそこね1対1の戦い差し合いになるので、どうしてもね大名の1000の軍勢に500、600の軍勢で上がっても勝ち目がないんですよ。そこがちょっとね厳しいかな、辛いかなっていうところなんですよね。でかつ竹部山方面、まあ、山陰方面に派遣している軍勢は実はあんまり武将としてはね強い武将が入っているわけではないというのもあって、なかなか竹部山城の攻略に時間がかかっちゃってるんですよね。で林見近勝なんかはご存知の方も多いと思いますけど、信長に追放されてますからね、最後の盤面は。さすがに城門は全て本丸まで開けてますんで、あとはこのままね本丸を落としてこの蘇合城を信長の勢力下に収めましょう。で総合城を落としたのでね、このまま四国の平定戦には勝家に活躍してもらいましょうか。三好は九州で結構頑張ってんだな、こうやって見るとね。おっ、これちょっとマジ意味がわからないな。今三好家が白内城を攻め落としましたけど、この白内城を攻め落としたキラが一瞬にして寝返ってくれたな。これはね意外な展開ですが、まあ、信長はこのまま富山城を進めましょう。で武田とは同盟済みになってますんで、今武田とは小競り合いの必要もないので、このままね進めていきましょう。で家康とも同盟関係にあるので問題ないですというところなので、勝家の軍勢だいぶでっかくなりましたね。こんだけの軍勢になってるとものすごい安心感があるな。これでさらに四国の平定戦を進めていきましょう。で今高屋城じゃなくて今どこだ、岸和田城にね信忠の軍勢1万8000が詰めているので、これもね、出陣させていきましょう。この際これも四国の征伐戦に出陣させていきます。問題はね竹部山なんだよな。竹部山がとにかく硬いんですよ。津山城は信孝の軍勢9500、これで落とせるでしょうと。で竹部山ですね、さっきから何度もお話してる竹部山がちょっと硬いかな、なんとか落とし切りたいけど。敵の数は2700か、ちょっと回復してるねやっぱり。まあ、何回か波状攻撃を仕掛けていくイメージで攻略戦を行っていきましょうか。ちょっとねすみませんずれちゃってるのでここだけ直します。そうするとここは
回では落とせないっていうね前提で2回3回と波状攻撃を仕掛けていくっていうことで、まず敵の武将の数を削っていきましょう。そこからですね、城のね、城門の耐久がどうなってるかっていうのがちょっと見ものだ。竹部山城は城門が一つしかないので、この城門をどうしても突破していかなきゃいけないってなるとね、この城門が硬くなってると結構辛いんですが、硬くなってるね。あとはうまく城壁を越えてくれたりすると多少効率が良くなるんですが、敵もやっぱり城門の前にありついてる部隊を一斉に攻撃仕掛けてきますもんね。さあ次のターンで城門が突破できるかどうかっていうところになってきました。カズヌジの鉄砲隊がどこにいるか、今ちょうど小高く盛り土したところにいますね。縄文が硬かったな、本当に。足軽ごときが守っている縄文の突破に結構時間かかってますもんね。ここからは城門が2つに分かれるので、効率よく城門を突破していきたいですね。しかも敵の総大将は700になってるな。これは今回チャンスだぞ。700だと1000より全然楽ですからね。挑発に乗ってくれたおかげで敵の総大将が前に出てきてる。これは本当にチャンスだな。で足軽が本丸に入ってくれたんで、このチャンスは生かしたいですね。中村和氏挑発仕掛けてくれたのは、これは本当にありがたい。ここは直接指示を出したい。
よし、ようやく竹部山城を落とせたな。まあ多少ドラッキーもありましたが。さあこれで一式を滅ぼしたんで、若狭武田家だな。若狭の武田をどうするかだな。若狭の武田に対しては使者を出して、まあ、同盟を結ぶか、もしくは同活するかだな。まあ、どっちにしても大した、まあ、戦力ではないかなとは思います。で、信長の方がどこまで行っているかというと、もう次のターンで攻撃仕掛けられますね。で、あとは七尾城、小山御坊大丈夫だね。撤退した部隊がね、残ってしまう可能性があるんで。さあ、津山城攻略戦です。ここはね、少し安心感ある軍勢なんですよね。まあ、光秀に左近にというところで、だいぶ戦力的には安心して見ていられるところですね。ただ赤松の方も兵力的には3000を集めていて、士気も82と高いですね。で、縄文は1つか。この縄文の突破にどれくらい時間がかかるかだな。攻略するのはそれなりに面倒な仕様になってますね。本丸まで入った後、敵の大将これと戦うときは2対1の状態が一応作り出せるは作り出せる。まだマシだな。あとは縄文をいかに早く突破するか。あと城壁をね、超えてくれる部隊が出てきてくれたりすると、かなり時短できるかなとは思います。一応ですね、まあ全然関係ない話になっちゃうんですけど、今後の包帯タイ旅行の予定なんですが、まあ、興味ない方の方が多いかもしれないんですけど、一応この後は3月2日からと、あと4月のね、上旬ぐらいに行こうかなと思ってます。で、あと5月の上旬っていう形で、一応目標としている毎月タイ旅行はね、ここまで 1,2,3,4,5 となんとか実現できそうな感じが、見通しが立ってきてるんで、このまま1年間12回タイ旅行行きたいなと思うんですけど、ついにそういえば前回ですね、税関に質問されましたね。なんでこんなにタイ行ってるんですか？いやー、タイ好きなんでって答えましたけど、若干疑いの目でさすがに見られちゃいましたね。まあね、やましいこと、まあ密輸とかそういうのはもちろんやってないんで、やましいことは何もないんですけど、ちょっとドキッとはやっぱしちゃいますよね。縄文は突破してるんで、あとは縄文の前にいる敵を排除して先に進みたいけど、ここは先に逃げられちゃいましたね。あそこで足止めを食らうってことになると結構きついんだよな。ここで足止めだな、完全に。
縄文が1個しかない小城になってくるとね、こういうところでハマるってことが結構あるんですよね。ちょっとここは移民を解いて武将、前線にいる武将を変えましょう。戦闘向きの武将がいいんだけど、三井でにする？三井でにやってもらいましょう。じゃあ陣地の構築がものすごい。ちょっと待ってくださいね、固まっちゃってるんで。はい、大丈夫ですね。そうするとここ津山城はこのターンで落とすのは少し難しいかなっていうところかな。だいぶね、縄文も硬いですね。赤松の津山城は。三井だから壁越えしたね。縄文さえ突破できればだいぶね先に進めるんですけど、やっぱり敵の守りも固い。決着つかないね。まあしょうがないか。豊洋に応じないものは処刑していきましょう。武田と徳川の戦いも本格化してきたな。まあここ徳川に勝ち目はちょっと残念ながらないからな。まあ、武田との同盟はね、このまま堅固に維持していきましょうか。
お、ここもまた硬そうな城だな。敵の士気も依然高い。まあただこの神保家滅ぼせばもう、まあ、武田とはね同盟をしてしまっているので、東側に関してはもうほぼほぼ信長の最大勢力半島と同じ状態になりますからね。この後は中国地方もうちょっとね、信長の軍勢を出して攻略していければ烈風でもようやくクリアというところになるかなと思います。烈風伝の次って何になるんだろうな、信長の野望のシリーズでいうと。信長の野望の烈風伝の次が何かってもうちょっと確認しましょう。信長の野望烈風伝の次はこのままね、戦国立志伝はプレイ中なので、戦国立志伝の前、想像の前までプレイの方は進めていきたいので、乱世紀ですね。乱世紀、乱世紀ってでもどっかで買えるのかな。Steam でも配信されてない、 PS4 でも配信されてないってなるとね、ちょっとやるのが難しくなってくるんですよね。さあちょっと乱世紀について調べてる間に、いつの間にか城門突破してくれてるね。さすが信長の本体だな。ここ本当に強いですね。お、Steam でも配信されてますね。2017年10月18日に配信されてるみたいなので、そしたら Steam 版でプレイできるので、とってもやりやすい。1万が城の中に入り込んでるので、あとはこのまま一気にね城を落としましょう。士気を削るよりかは本丸まで攻め込んだ方が早いな。これはもう本丸に入りましたからね。残ってる敵の数多くないですよ。これはこのターンこの合戦で蹴りをつけたい。ターンで決められるかな。よし、取りましたね。いや、剣には斬首せざるを得ないな。そうなるとできれば配下に加えたかったけど、
武田を敵に回さないで済んでるというのはありがたいな、本当に。さあ、独立勢力になってる神保、これ残りだな。ここに関しては取り込みしましょう。よし、これで。そうすると国境を接しているのは一応春日山、上杉とは国境を接しているのか。そうなると全軍を撤退させるというわけにはいかないな。いかないものの、ほぼ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 は大丈夫だね。次のターンでちょっとじゃあそのあたりメンテナンスしていきましょうか。ようやくね、武将の数も揃ってきましたね。では信長の軍勢を出していきます。とはいえですね、どうしようかな。ちょっと待ってね、信長が戻ってきていない。外出中だね、信長が。なので信長が戻ってくるのをちょっと一旦待ちましょう。で、中国地方方面で言うと、勝家の軍勢がここで攻めるわけだな。勝家が攻めて、信長は中国地方に転戦させましょう。で、信勝が津山城を攻めると、津山城硬いですからね。はい、ではちょっとね、時間もいい時間になりましたので、一旦ここで終わりにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。あとはそうですね、どこまで攻めるかというところなんですが、この神戸城あたりまでですかね。神戸城を取って、鳥取城を取ってというところぐらいまでプレイをしていきたいと思いますので、ぜひぜひ続きも応援していただければ嬉しいなと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。